ちは。前回は二分音符の長さについて見ていきました。今回は問題に二分休符が含まれています。形が似ていて間違えやすい全休符との違いを見分けられるように覚え方のコツをレクチャーします。レッスン17、二分休符と全休符。今回は交流文言ナンバー19の課題を使って実践していきます。一番最後の小節に書かれているのが二分休符です。帽子のような形をしていて第3線の上に乗せるように表します。4分の4拍子の場合は2拍のお休みになります。それでは一度歌ってみたいと思います。ソラファミファレミソラドドシレドラソシラファミソファレミソラシドレドラファミファレド。二分休符と形が似ていて間違えやすいのが全休符です。全休符はバケツのような形をしていて第4線からぶら下がるように表します。4分の4拍子の場合4拍のお休みになりますが、さまざまな拍子で1小節丸ごと休む場合にも使われます。それではピアノの音に合わせて歌ってみましょう。3、はい。今日のレッスンはいかがでしたか？二分休符は帽子の形、全休符はバケツの形と覚えて、正確に楽譜を読むヒントにしましょう。それではまた次のレッスンで。 See you next time!